どの地域が一番強いと思いますか？エーパックノースに決まってんだろ。だってリジェクトいるんだよ。もうこの地で決まってるじゃん。当たり前だよな。君たち大好き CR もいるんだよ。エーパックノースにはリジェクト、CR、アルファ D、もう勝ったろこれ。え？あどこいる？ユナイトもいるんだよ。フローラもいるんだよ。V3 もいるんだよ。フェンネルもいるんだよ。リジェクト、FC もいるんだよ。リグもいる。ああ。シコロクもいるよ、シコロクも。ほら、クレジーナ君もいるよ。エーパックノースが一番強いじゃん。逆に一番弱い地域は？エーパックサウスは、弱かった。まあ、スクリームは向こうないから多分。動きのミスがめちゃくちゃあった。NA はちょっと強かったですね。うん。NA 強かったっす。ちなみに。NA な。TSM いるしな。強いな。っていう変な話は終わりにして、まあ、マジな話しようか。マジな話するんだったら、多分全体的なレベルで言ったら NA の方が高いと思います。うん。あいつは戦い方とかやべえから。うん、クソうめえよ。まあ、もちろん、日韓で、まあ、通用するなってチームは多分、まあ、一番ここよね。アルファ D。もうこいつは完璧だからな。完璧。もうすべてのステータスが揃ってるような感じだね。で、リジェクトね、まあ、スプリット2でマジで強くなってる。ちなみに。うん。スプリット1と比べたらマジで強くなってる。見てわかる。FC は多分ムーブで苦しむ。けど、向こうの方がファイト多いから、そこら辺でワンチャン通用するかもしんない。ファイト力で言ったらまあ最強だからな。ユライトはまあ安定ムーブだね。まあ、動きも速いし、多分 NA より速いから、稼げると思うよ。ファイトも強いし。まあ、フローラは FFGGC で、まあ4位だったっけな。まあ4位残してるから結構いいんだよ、実際は。強いね。まあ、フェンネルは、まあ、ムーブも仕上がればって感じかな。ファイト力あるしな。CR はちょっと今のところムーブがあんまり良くない感じだね。残れないことが多かったね。ただファイト力いったら、まあ、ドームファイトは無敵。まあ、ファイト力は 100% 最強だね。シコロクもちょっとわかんないっすね。うん。これはもう、運ゲーっすね。運ゲークラン。まあ、リグも安定かな。安定。あとちょっとデトも見たいんだよな、デト。今デトクソ強いんだよな。あれね、まあ、TSM、まあ、強いね。NRG、まあ、ここもまあ強いね。で今来てんのが e スポーツアリーナ。で、センチル、まあ最強。ファイト最強。G2 もマジで強いね。ここはちょっと覚えてないわ。C9 も強いね。まああんまり。まあちょっと経歴とかで、アルブラが怒られたりするけど。ユリース。レネゲードも強いんだよな。ダブルも強いな。リキッドも強いな。強かったっけ？ COL か。COL 強いな。ラザルス、これが確か予選、スプリット1の予選だっけ？私知ったけど。1位通過。強い。ここはヒューズ使ってボロクソにやられてるね。スペースステーションゲーミング、ここも強いね。X セット、ここも強いね。ここも強かった気する。ここはチャンピオンシップ王者、強いね。やべえ、NA のが強え!NA のが強え!ああ、落ち着けって。ちなみに皆さんどこが強いと思いますか？地域で言ったら。さすがに NA。NA。NA の戦い方はうめえ。マジで。アルファ D は、まあ、アルファで 100% 強するね。だって両方持ってるの。ファイト力とムーブ。しかもムーブクソうまいからな。EU か。EU も強いんだけども。まあ、ちょっと今回外すわ。出れるかわかんないし。世界大会。でも、なんかの切り抜きで EU が一番レベル高いみたいなの出てたよね。あの AI のやつかな。まあ全体的なレベルで言ったら NA かな。まあ、通用するとは思うけどね。ちょっとわかんねえな。まあ、アルファ D が一番有力だろうな。世界大会行ったら。うまみちゃん